朝鮮からミサイルが発射されたとみられるとして J アラートの対象地域となった沖縄県では防災無線が鳴り響く不安な朝を迎えました。31日午前6時半過ぎ、那覇市にある上野山中学校の敷地内に設置された防災無線から避難を呼びかけるアナウンスが町に鳴り響きました。撮影した近所の男性は学校の工事関係者とみられる人が車から出て避難する様子が確認できたと話しています。早朝のこの時間、他に人の往来はほとんどなく、防災無線の音以外は静まり返っていたということです。同じ時間、北谷町にあるアメリカをテーマにした商業施設の周辺でも防災無線のサイレンの音が鳴り響きました。近くに住む女性は自宅での待機を余儀なくされ、サイレン怖いから台風も来ているのにと不安な気持ちをツイートしました。午前7時過ぎ、避難の呼びかけは解除され、女性はいつも通り仕事場に向かうことができたそうです。